こんにちは、マルコデラックスです。今日は愛読書の紹介第3弾をお送りします。マルコの庭はどんなタイプかって聞かれると、そうですね、ナチュラルガーデンに近いかもしれません。今日はナチュラルガーデン関係の本を中心に紹介します。しばらく前までは韓国ドラマにハマって集められるものを片っ端から収集していたにゃ。今はお花とかお庭に気持ちがいっているだけにゃ。これ以上変なものを集めないでほしいから、お庭にハマっていてほしいにゃ。